ブルタリズム・オブ・トゥモロー。かっこよすぎないか。音ある？ちょっと待って、音ある？なんかある。ない。足音が聞こえる。え、もうめっちゃかっこいいじゃないですか。走れる。好きなやつだな。あれ？進めない。進めない。こっちか。こっちか。いや、進めない。いい、これこういう美術館みたいですね。モノクロなのもいいね。でどういうゲームなのかはわかんないです。もしかしたらゲームじゃないかもしれません。これ展示室じゃんな。ここから行ってみる。多くないか。なんか音量マックスなんだけど。なんか言ってる。いろんな、なんだろう、何かわからないんだけど、バラバラになっている。さっきはなかったもんね。これこっちから見るとこうなって見えるんだ。なんか特定の位置から見ると何か物がこう立体として見えるようになるみたいなやつかな。そうでもない、そうでもない。あ、ズーム。触れてみよう。特に、あ、動いている。押した、押している、あ、押している、押せる。おお、はい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 。
面白い、何これ面白いな。ここはこういうことができるんですね。坂になってたんだ。あ、出口だ。ここに来て戻ってきた。戻ってきた。はん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 。とか、この光はこっちに行って根をこう表していたんだね。なるほど。アートかと思ったら割と実用的なデザインでした。これね、2つ見たね。次は奥行きますか。2階もあるし、あの1階奥もあるの。1階奥行こうか。これまたこの立地もいいとこだね。いいねこれ。座るだけ。座るだけ。でも座るとこないから。外見てる。休憩室だったんだね、ここは。じゃあ2階か。ここで座れるけど展示はないね。ここには外に出る。休憩室だったんでね、ここは。その自分が触るみたいな、そういうのではないんですよ。こう提示された作品を眺めるという、そういうゲームなんでしょうね。これもだから入ってきた時にちょうど崩れ始めるあの瞬間をこう見せたかったんだね。二度は見れないね。二度見れるか。あ、見れないね。もう落ちてるね。次行ってみましょうか。あの、暇があったらとにかくこういうところに僕は行きたがるので、根が出不精なんであんま行かないんですけど、こういう空間たまらなく好きなんですわ。こっちかな。もうこれが最後になっちゃうけど、分岐だね。お、あるじゃん、あるじゃん。
こういうのをさこの壁の方でさ、こうやって僕がこう壁にもたれながらなんかこうぼーっとこう見てる時間が好きなんですよ。リアル美術館とかでもなんかそうしてるんですよ。この入り口に立っちゃうと邪魔になるから、あんまこの人の邪魔にならないところでこうぼーっと見てるんです。こうぐるっと回ったりしてね、とりあえず一回ぐるっと回るよね、こういうのがあったら。こう顎に手当てながらうーんみたいな感じでぐるっと回って、で気に入ったらこう佇むし、気に入らなかったらそのままふーんって言いながらこう寝てくそんなことをやっております。ちょっとこれはでも怖いね。なんかゾッとしましたね今。これがふわーっと近づいてきた時。いいじゃないのよ。いいじゃないのよ。リアルの、また来るか、また来るか。リアルの展覧会だと、なんかこういう時間軸も使った作品はその頭から見れないことが、こっちから来てんな、こっちから来てんな。外にいる。ここから見えないところにいるのかな。なんか館内をあいつ歩き回ってるのかもしれないね。ゲームだと作者が見せたいものをこの見せたいタイミングでちゃんと停止することができるから、そういうのでこのゲームというかこうやってプレイヤーが操作できるっていうのはもっといろんなところに広がりがあってもいいような感じはしますね。これはもうこんな感じのゲームなのかな。スタート地点の外に行けなかったんで、外行けると嬉しいけど、まあ行けないでしょうね多分ね。ということで、こちらの作品がネオブルータリズムオブトゥモローという作品でした。ブルータリズムってなんだろうね。こんなのが大好きです。お疲れ様でした。